すごいな、ここよく見えるね、富士山が。はい、石割神社を後にして山中湖方面行きましょう。はい、あきらです。今回はね、山中湖をちょっと半周して須走口にある富士あざみラインっていう、まあ、山を登る道に行ってみたいと思います。ここはね、また国道413号ですね、道志道で、この突き当たりの道がね、山中湖をぐるっと回る道なんですね。今回は左回りで、行きます。この湖のね、向こう側の方へ回っていくんですね。綺麗だね。右手がね、山中湖なんですけども、まあ、この辺からはあんまりよく見えないですね。いい感じに見えるね、富士山ね。今回はね、富士山の裾野をぐるっと回って、須走口っていうところから富士あざみラインっていうのに、行く予定ですね。なんだこれ。138号線に入っちゃいましょう。富士山近くなったね。おお、すごいな、ここよく見えるね、富士山が。この辺が素晴らしいっていうの。須走の道の駅ですね。ここ過ぎると、須走口っていう看板があるんですけども、ここが登山道の入り口かな。須走口って今これ登れんのかね、これ。うわ、これ有料道路、こっち自衛隊があるんだよね。なんかみんな向こう行くね、自衛隊の人。私は富士あざみラインっていうか、え、あれ、入山禁止？もう閉鎖中なんだ。ダメだこりゃ。これね、もうすでに冬季の閉鎖中なんですね。まあ調べてから行けよって話ですけどね。まあ、道の駅須走で行けなかったね。もう
閉鎖されちゃってんだね。ちなみにね、この裏から見た富士山はこんな感じですね。いや、本当いい感じに見えますね。3つの駅はあとにしてね、御殿場方面へ行きます。難しいからね、御殿場方面はこんな立派なバイパスで行けるんですね。一応これ一般道なんですね。これ前方に見えてるのはね、箱根の山みたいですね。新東名、新東名で東京方面乗れるのかな。東京方面は東名、東京方面はまだできてねえんだ。これね、新東名の東京方面はまだ工事中なんですね。で、名古屋方面はここまで来てるみたいですね。この御殿場、新東名の御殿場から、従来の東名の御殿場インターって結構距離があるんですね、この先ね。新東名を過ぎてね、しばらくするとバイパスが終わって御殿場の市街地に入っていくんですね。これ新東名から東名までの間がね、6キロほどなんですね。この辺来るとね、結構気温が高くなってるね。東名左車線だね。東京方面専用っていうのがあるんだね、ここ。はい、ということで今回は東名高速で一気に東京方面まで戻ります。足柄パーキングだね。今回はね、久しぶりに富士山方面まで行ったんだけども、さすがにね、山に登るのはちょっと無理でしたね。それにしてもね、この時期だとちょうどね、富士山の上の方だけ雪かぶってて、空気も澄んでるんでね、山が綺麗に見えますね。ということでね、今回は以上です。ご視聴ありがとうございます。